おはようございます。今ね8時ですね。動画はアップして寝てたんですけど、サムネイルを動画アップした後にサムネイル作って、サムネイルをなんか後からいつもつけてるんですけど、そのサムネイルつけてる間にこう寝ちゃって、電気つけっぱで、でも目覚ましかけてなかったのに無事に8時に起きました。ということで、ちょっと朝ごはんも昼ごはんも何も作ってないんですけど、まあ、パパッとちょっと準備して仕事に向かいたいと思います。ではまた12月31日、今年の1日あ今年の今年最後の1日の始まりです。はい、もう朝ごはんは時間がないので、この三つメイドだよね。違うか、ミニツメイド、これ三つメイドのことだ。のパンチアックスフルーツっていう、これ部屋で昨日見つけたやつね。なんか3本ぐらい見つけたんで、掃除してる時にこれとゆで卵とパンだけ食べます。パンも昨日部屋でこれ見つけたんですよ。え、焦げてんじゃん、あっつ、熱いし、これ焦げてるんですよ。最悪、ここにこのトースターに入れたら焦げました、若干。まあでもとりあえず食べていきます。あー、入っちゃった。今ちょうど外にリスがいたんで、撮ろうと思ったら行っちゃいました。さあ、今一部屋目始めようと思ったんですけど、なんかまだ全員、なんか誰の部屋もなんかチェックアウトされてないらしくて、なんかみんなでただこの部屋で待機してます。こんにちは。こんにちは。ただみんなであそこでここで待機してます。仕事でもね、今日めっちゃいい天気だからスノボーしたいですね。見てください、あそこなんかスロープみたいになってて、なんか多分スキーの練習でもするんすかね。天気がいいです。あったかいっすね。もう普通に1度か2度ぐらいありますね。これ雪が溶けちゃいますよ。まあということで、まあそのね、みんなやっぱ12月31日だからチェックアウトが遅いんすよ。なんでまあ今日は別に終わった後スノボーとかもしないんで、のんびり仕事していきたいと思います。で、昨日そういえば言ってた、あの女の子が泣いちゃったって話あるじゃないですか。今部屋の中にいるんですけど、俺その人が、まあ、泣いてたから、それをなんかマネージャーに言ったんですよ。なんかちょっとこれ秘密なんだけど、昨日なんか泣きながら仕事してる人いたから、ちょっともうちょっと部屋少なくしてあげたらみたいなことを言ったら、今日その人なんか一部屋も持ってなくて、その泣いちゃった子、そのなんか他のベテランの人にくっついて一緒にやるみたいな感じだったんで、まあその願いが通ったのかもしれないですね。願いっていうか、多分だからこっちの人は優しいな。そういうことがあったらやっぱなんかすぐに問題解決してくれるんだから、なんかまあ企業としてはいいのかなとか思いました。ということで、まあのんびり仕事していきます。はい、今12時です。でこの部屋ね、なんか2階建てなんですよ。この部屋3部屋目です。なんか最初の2部屋はなんかインド人の人が、なんかその人はブルーマウンテン直属で働いてる人じゃなくて、なんかエージェントで、そうなんかハウスキーピングの、だからなんか部屋掃除会社みたいなところから派遣されてきてる人なんですけど、その人が手伝ってくれて、っていうかなんかみんな最初はなんか2人1組みたいな、なんか仕事ないとか言ってたじゃないですか、この前のビデオで。でそっから2部屋をやったんですけど、もうその人がめちゃくちゃ厳しくて、なんて言うんだ、一個一個、例えば俺がやってるやつとか、なんかタオルの畳み方とか全部なんか直されて大変でした。でこっからはあとこのでかい、このこんな感じの2階建てのでかい部屋が2部屋なんで、まあ、これをゆっくりやって仕事納めですかね。ワンチャンね、今日なんか5時にみんな終わるらしいんですよね。だから俺も多分ワンチャン5時に終わるんですよ、2部屋しかないから。だからちょっとナイター行くかちょっと迷ってます。でも道具持ってきてないから、一回家帰ってまた来ないといけないのと、雪がマジでないんですよね。あと明日オフだから、まあ明日も滑れるからどうしよっかなみたいな、まあちょっとそんなことは考え中で、とりあえず仕事します。はい、今2時半なんですけど、今から昼ご飯です。でもうマジでなんか何も作る時間なくて、昨日パスタとかで、なんか物がないんで、今日はこのカップ麺といつもの麺
あの2種類をパックに入れてきて、あとキャベツをちぎって入れてきて、あの電子レンジで水入れて、あのお湯入れて、であの8分ぐらいレンジでチンしました。もうタッパーがふにゃふにゃでも溶けるんじゃないかって。これ大丈夫なんですかね、タッパー。これ耐熱とか分かんないんですよ、耐熱か耐熱じゃないかとか。でも7分ぐらいレンジしたけど、これ溶けるんですかね。なんか体に悪そう。もうこれであのプラスチック溶けてるラーメンの完成です。まあもうしょうがないんで、今からこれを食べていきます。今4時20分でシャトルバスに乗ってます。もう仕事が今日は早く終わりました。なんかみんなが多分マネージャーの人たちとかがみんながなんか早く仕事終わりたいから、多分あの今日はたくさんなんかエージェントの人たち使って、多分あのめっちゃ人使って一気にみんなで終わらせるみたいな感じで終わりました。でスノボ行こうと思うんですけど、スノボ行くと思ってなくて、あの持ってきてないんですよ。ヘルメットとかゴーグルとか手袋とかウェアとか持ってきてないんで、一回家帰ってあのまたすぐ来たいと思います。でもね、こういう時にこのね、あの家が遠いのがめんどくさいですよね。バス使わないといけないんで、バス使わなくて済んだらすぐにあの行って帰れるんですけど、まあでも6時違うか5時のバスで戻ってくるんで、5時ちょい過ぎから滑れると思います。多分雪とか全然クソそうだけど、まあ軽く滑っていきたいと思います。年内の滑り納めです。ということで今5時10分ぐらいで、山頂に来ました。今から滑っていきます。でももうあったかかったせいで、見てください、ほらもうこの土とか石とかが見えまくってて、もう雪質もあのなんかあのなんか4月の丸沼みたいな感じの、もうシャバシャバですね。で多分これが夜になってめっちゃ固まって、まあアイスバーンになっちゃうんですよね。なんでまあ気をつけて滑っていきます。で驚いたのがめちゃくちゃ空いてる。あのリフトがもう並ぶの15秒ぐらいであの乗れて、めっちゃなんか列ができてないんです。まあさすがに31日まではみんなやんないですかね。でも昨日までくっそ混んでて、今日がこんなになんかあの混まない、あの混んでないっていうのもよくわかんないです。まあよくわかんないけど、とりあえず滑っていきます。はい、ゲレンデの感じはこんな感じですね。もう雪がシャバシャバで、しかも汚れてるんで、それに加えてワックスかかってないから、もう板が走んなくてめっちゃ詰まるっす。であとあのパークのアイテムがなんかあの配置が若干変わってて、あと若干なんかレベルが高いのが結構加わってましたね。いきなりレールとかがめっちゃ高くなって、あの日本だったらこれ結構この高さあるところ少ないぐらい、少ないだろうってぐらい高いレールとかが結構 なんかあったんで、やっぱ海外の人の体格に向けて作られてんだなってな実感しますね。俺からするとマジで高いっす。しかもあのその体の大きさの話で言うと、昨日行ったバーとかもあそこ 2,3 回行ってるんですけど、あのトイレが、あのトイレの小便器がもうめちゃくちゃでかいんですよ。あ、めちゃくちゃ高くて、だからもう多分俺身長170ぐらいで、まあうわマジで高えよって、もうちょい高くなったら使えないよってぐらい高いんで、あのあれっすね、なんかこっちはマジであのでかい基準で作られてますっていうことです。ほらもう土見えちゃってるということで、まあ、とりあえず滑っていきます。普通に暑いっすね、もう暑いっす。多分1度以上ある気がしますね、これ暑いですということで、まあ、滑っていきます。見てください、今ちょうどなんかリフトから降りたら、あそこでなんか花火やってるのが見えました。見えますか、あれどこだろうな。なんかでも湖の多分 あそこもなんか湖なんで、多分湖のほとりですね。そんなでかくないけど、ちげえか、山から見てるからあんまでかく見えないんか。結構カメラだと全然わかんないですけど、肉眼だと意外と綺麗ですね。いいですね、花火。日本の花火大会が見たいです。来年の夏8月の17日頃ぐらいに帰る予定なんで、8月の末頃にある花火大会が、まあ、もしコロナが収まって開催されれば見れますね。おー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 、裸のやつがいる裸でやっちゃってます。まあでも裸でできるぐらいにはあったかいっすね、正直。ということで今7時ぐらいなんで、まああと2時間ぐらい滑るかな、わかんないけど、とりあえずまあ滑っていきます。なんかもうなんか雪のせいでめちゃくちゃ詰まって、なんか結構危なっかしいシーンが多いんで、気をつけて滑っていきます。はい、ということでね、これがラスト1本になりそうです。
はい、暑い暑いっすよ。もう暑いです。普通にめちゃくちゃ暑い。あー涼しい。気持ち、おぶねー、手袋落とすとこだった。ということで、もうなんだかんだ最後一本になりました。8時45分ですね。9時にリフト止まるんで、まあ急げばもう一本乗れるんですけど、まあ別に最後はゆっくり滑ります。はい、9時20分のシャトルバス予約したんで、滑ってシャトルバス乗って帰ってシャワー浴びて、で多分みんなお酒飲んでると思うんで、まあ、そこに加わりたいと思います。で、あの仕事の一緒のトリスタンっていう友達が、あの横の家に住んでて、あの横つうか向かいの道ので、パーティーやるから来いよみたいなこと言ってたんで、まあ、あのそっちにも行こうかなと思ってます。まあそんな感じでね、まあ明日あのオフなんで、まあ別に酔っ払って二日酔いとかになっても大丈夫っすね。まあそんな飲まないかもしんないですけどね。トロントからワンチャン友達が来るかもしんなくて、っていうかあのこの間来た人、あのオマル君、あのトルコ人、1月4日にブルーマウンテンにもうあのこっちに来て、1月6日から仕事始まるんですけど、なんかワンチャン明日も来るかもみたいな感じなんで、まあ今日もしめっちゃ飲んで二日酔いになっちゃったら明日滑れないんで、まあちょっと迷ってますね。つってもまあ別に迷ってはないですね、完全に。まあ絶対に多分お酒は飲むと思うんですけど、あのどうせテンション上がっちゃって、あのみんながいるとそういうもんですよね。でもまあ明日もせっかくのオフなんで滑りたいっすね。はい、シャバシャバな雪はね、俺は結構好きですね。あの春スキーみたいな感じで、あのアイスバーンよりも500倍ぐらいマシです。てかなんならもうあのシーズンずっとこの雪質でいいです。もうあのパウダーはもう今年は期待してないんで、ずっとシャーベットのままがいいですね。どか雪降ってめっちゃ暖かくなってみたいな、それの繰り返しだったらずっとシャーベット滑れるんで。はい、ということでもうガラガラです。もうリフトは毎回すぐ乗れますね。ということでラスト1本、怪我しないようにゆっくり滑っていきます。では次の動画、家になってるかどこになってるか、はたまた最後の1本で怪我して救急車の中か、絶対フラグにしたくないから、これマジであのゆっくり滑ります。ということでバイバイ。はい、ということで、あの無事にね怪我なく終わりましたね。最後の1本ってやっぱ怪我するじゃないですか、怪我しやすいじゃないですか。今まで結構最後の1本でね、いろいろ痛めてきたこととかあるんで、皆さんも最後の1本には気をつけてください。てかなんか坊主ながら、まあもうちょっと伸びてきちゃったから、最近なんか寝癖が気になるんですよね。結構朝とか帽子かぶった後とか、こういうヘルメットの後とかめっちゃ気になるんです。こうなんか跳ねちゃう。もうずっと髪長かったから、なんか長い時って、髪長い時ってあんま なんか寝癖とか気になんないんですよ。別になんかあんまり寝癖にならないんですよね、そもそも。なんかあの坂だったりしないんですよ、もう長いから。あと困ったら全部縛っちゃえばいいし、なんでなんか久しぶりの感覚です。はい、ということでまだね、あのシャトルバスまで20分ぐらいあるんで、まあちょっとのんびりして帰りたいと思います。いやマジでね、これあのホテルのすぐ近くに寮があればね、あの歩いて帰れたんですけどね、普通にすぐ近くにあると思ってきたから、ちょっとシャトルバスなのは想定外っすね。まあでも仕方ないっすね。はい、ということで、はい、ということでです。ビニューイヤーです。はい、家に帰ってきました。今から向こうの向かいの家であのパーティーするらしいで、みんなおめかしてます。ケイシンとベースとミックです。あのみんなあのお着替えしてあの行くらしいですね、あっちに。俺はシャワー浴びてから行きたいと思います。で、ご飯を食べます。ピザとこれをあのなんかルーメイトの一人があの職場から持って帰ってきてくれたらしいんで、まあ、それを軽く食って、シャワー浴びてから向かいたいと思います。はい、今日の夜ご飯です。もうこんなデブの、もうデブまっしぐらっすよね、もういいっす。はい、っていう感じでみんな多分あの向かいの家に行くらしいんで、みんな今着替えたりもう行ってる人もいるし、まだ
なんか用意してる人もいるけど、うん、多分みんなそれぞれ行くと思います。ということで俺も、うん、食ってから向かいますね。今からトリスタンの家に行きます。ノエルはもうめちゃくちゃ仕上がってますね。ということでお酒を持って今から迎えています。あの家もうめちゃくちゃなんか声が聞こえますね。はあ、もう疲れちゃったっすよ俺。もう年越しのお酒飲む気力がないです。ということでワインを持っていきます。はい、この後なんですけど、もうめっちゃくちゃ酔っ払って、人生で一番酔っ払ったぐらいに酔って、それでもうあの今次の日のもう昼の2時なんですよ。でもうあの今まで全然起きれなくて、だからそれであの動画載せるの遅くなっちゃいました。まあ、もう本当にすごかったですね。はい、もう超カオスでみんなクソ酔っ払って、まあ思い出に残る大晦日っていうかハッピーニューイヤーになりました。ということで動画はすごい遅れちゃったんですけど、以上が12月31日でした。いいお年を。